一玉目の糸が少なくなったら、次の段を編み始めるときに新しい糸につなぎましょう。段の最後まで編んだら、ひっくり返して新しい糸を持ちます。最初の目に編み棒を入れてから新しい糸で編みます。何段か編んだら先ほどの糸を始末します。とじ針に編み終わりの糸を通して編み目の糸の真ん中をすくいます。最後に針を抜いて余分な糸を切ります。もう一方の糸は逆方向へ同じように始末します。